方に伺いたいんですけれども、野村さんと新田さんにお伺いします。実際に千早のように何かに一途に夢中になっている女の子を振り向かせるためだったら、お二人はどんな行動を取りますか？ちょっと質問の角度違いませんか？私たちのエピソードトークとなんか随分いいよいいよ、これぜひ聞いてほしいということで台本に入ってるんですけど、教えてあげるよ。あ、野村さん、いい教えていただいてもいいですか？負け、言ったれ、あ、言ったれ、言ったれ、先に言ったれ。いやいや、あのここはね、あの僕のやっぱり先輩に教えていただきたいとということで。どういう意味でしたっけ？お二人で追いかけてた女の子を振り向かせる。はい、千早のように何かに一途になっている女の子を振り向かせるとするならばどうしますか？聞きたい。どんな方法で？え、この後広瀬さんにはジャッジしていただけますので。え、じゃあさ、じゃあさ、こういう風にやるんですじゃなくてさ、本当に、やめよう、やめよう、ごめんなさい、調子乗りました。あの拒否られた。その前に僕は新たで喋った方がいいですか、それとも新た真剣佑で喋った方がいいですか、それとも高内で喋った方がいいですか、どっちがいいですか？皆さんどれがいいですか？え、俺は真島太一か野村周平か、どっちがいいですか？あ、さあさあさあ、俺だけちょっと役名だったよね今。質問に答えて。あ、すいません。ぜひお願いします。一途な子を振り向かせるためにお二人がどうするのかよ。どうよ。何かに向かって夢中になっている千早をどうやってお二人なら振り向かせるか。何かに向かって頑張ってるならどうした？いや、なんもないです。はい、茶番やってました。はい、どうですかね。やっぱり振り向かせるか。振り向かせるか。僕は応援し、あの、なんだろう、何かに向かって頑張ってるなら、それが達成されるまで応援してあげたいし、それが終わってから何も集中できないと思うので、それが終わるまで待つよ。おー、今待つよが出てきましたね。それと、すずはそれを、あ、それは一途、あ、そういうことか。そう、今はあっちにちょっとかっ、あの、向いちゃったじゃん。向いちゃったね。続いては野村さんの番です。野村さんがどうやって振り向かせるか。でも一生懸命になってるんですよね。分かってないみたいですよ。やっぱり俺は、まあやっぱ今すぐにでも振り向いてほしいから。おい、ちょっと何やってんの。お前、他の男と喋ってんじゃねえよ。やってやったぜみたいな顔するのやめてもらっていいですか。はい、こんな感じです。はい、さあ、新田真剣佑さんは待つよで、野村さんは、いや、僕はもう行きます。じゃあこっち向けよ的な。はい、もう一緒に頑張る。一緒に頑張る。一緒に頑張って、あの、同意を求めます。はい、ま、ちょっと広瀬さんにじゃあ伺いますけれども、ま、広瀬さんとしても答えても、千早ちゃんとして答えてもどちらでもいいですけれども、ま、頑張ってる自分、隣には二人の男の子がいます。どちらの方が魅力的ですか？待ってほしいです。待ちます。なんだよ、なんだよ。イケメン好きか？違うでしょ。いや、ちょっと本気で言ってよ、本気で。うん、うん、でもなんかこう、集中してるところに、ね、待ってほしいですよね、きっと。あれ？あれ？あれ？じゃあちょっと、他の女性陣にも伺ってみましょうか。じゃあ、男性陣はちょっと目つぶっていただいて。そこまでの価値があるかしら。目つぶっていただくほどの価値がね、あるかしらね。表になるから別に私たちがどっちに票入れようと気にしないかもしれないけど。そうですか。じゃあ女性陣、はい、新田さんの待つよの方がいいと思う方。あれ、あ、ポツポツポツと清原さんと上白石さん、そして野村さんの強引な方がいいという方。はーい、はーい、あ、ありがとうね、まゆちゃん、本当に。え、でも重要なのは野村さんがいいじゃなくて、そうです、一緒に頑張ってほしいって方ね。そうね、そうね、わかるわかる、わかるよ、わかるよ、ね、強引なマッケンの方がいいってことだよね。うん、わかるわかるわかるよ、野村さんじゃない、わかるわかる
すごくわかる、大丈夫。ちなみにその強引なマッケンというのはどういう感じ？マイク使えや。打ち合わせしてんのよ。あ、じゃあ今のうち話しておきましょう。あのね、こういう風になんか撮影現場でもよく即興劇で遊んでたんでしょ。いや違う、マッケンいつでも来ていいからね。ね、あの、はい、なんか、なんかやっぱさ、え、どう、今日どこ遊びに始まった、どこ遊びに、なんでちょっと普通に避けたの今。なんで普通に避けたの、なんで普通に避けたの、なんで普通に避けたの。ちはや、ちはやは僕が守る。なんで俺悪者みたいになってんねん。だからごめんね。俺も一応あれやぞ、三人主役の一人やぞ。今いろんな役が混ざっちゃった。あ、いろんな前、いろんな、あの役が混ざったとね、うん、ちょっと焦ってるもん俺も、なんかすごい、なんかね、これもう次行きますか、ね、そうですね。